高橋由一チャンネル。日銀の政策修正みたいなのがあって、強力な緩和を続けるみたいなの記事が出ましたけども、どういうことですか？実は、トナノムニュースっていうので、まあ、喋ったんですけどね。それと、重複しないように違う話をちょっとしますけどね。はい、まあ、内容自体は、これはトナノムニュースでちょっと重複するけれど、まあ、大した内容じゃないわけ。長期金利を、まあ、10年金利だけど、0%、はい、もちろんゼロにできなくて、はい、ちょっと誤差があるんですね。の誤差が 0.15。だプラスマイナス 0.15 はいいっていうのがちょっと前でした。はい、それを、0、プラスマイナス 0.25 に変えたっていうレベルだ。だから、プラスマイナス 0.15 がプラスマイナス 0.25 に変わったって、はい、ほとんど同じじゃないかって言えば同じなわけ。はい、それで、要するにちょっと幅が広くなってるから、どこに行くのかよくわかんなくなったっていうレベルなんだよね。だから、強力でも何でもないんだよ。もちろん平均値っていうか、あれは0っていうのはなってるけどね。でも、それはちょっと、これが緩和って言われると、ちょっとわかんないねっていう話でしょ。あと、株式の方も、実は、今までは6兆円を目安として上限12兆円っていうのがあったんだ、はい、これは言ってみると6兆円ぐらいなんですけど0から12の間ですよっていう言い方でしょ、うん、今回その6兆円がなくなったから0から12ですよって、はい、これもどこ行くか分かんなくなってるわけ。だからこのレベルの話をね、なんで緩和なのかってよく分かんないっていうのをトナノムニュースで喋ったんだけどね。まあそれはそれでね、はい、でもそれ以外の話をちょっとすればね、なんで今の時期にこんな急にやるんだよと、うん、普通考えるとこういうふうな、はい、その政策っていうのを、まあいろんな株価とかいろんなに影響あるかもしれないでしょ、はい、そうするとね、3月末っていうのははっきり言うと、うん、いろんな金融機関なんかの期末なわけ。はい、こんなのや、今の時にやるなよってレベルなんだよ、正直言うと。だって期末があるのに、その前に何かやりますよって言ったら、もう困るじゃないの。じゃない？それでなんか変わっちゃったりする。困るでしょ、だから、普通の多分実務やる人から見たら、なんで今の3月にでこんなことや、ね、日銀がね、なんか、政策の点検だなんて、なんでやり出すんだって、まず思うのが普通だよ。こんな時になったら4月にやってくれよと。4月だったらね、これもう期末が終わるから、まあいいよって話になるじゃん、はい。で、期末直前にこんなことやるなよというのが、普通の感覚だけど、うん、日本銀行としてはぜひやりたかったんだよ。なぜかっていうと、3月末の31日に、実は、今の審議員ってな、一人が、今度リクレアの野口さんに変わるからね。はい、だから4月またぐとね、ひょっとしたらメンバー入れ替わっていくから、こういうのは取んないかもしれないから、今のメンバーの中で、即ってやったんだよ。え、それはリフレ派じゃない人の意見ってことですか？そうだよ。だからその人が、まあ、桜井さんって人だけどね、はあ、その間の人事で野口さんは国会取ってるから、はい、3月31日からは野口さんなんだけどね、はあ、でもねそれまでは実は桜井さん、はあ、だからこの体制の時に、まあ、日銀としてはなんかいろんなことを既成事実を積み上げたいでしょうに、はあ、そういうんでここでやったんだよ。あ、そうなんです、ね、そうだ。だから、こんなクソ忙しい時なんでやってんのかっていうのを答え言うと、3月31日までなって4月に会っちゃうと、メンバーが変わっちゃうからね、審議員の。その前にどう駆け込みでやってるってことですよ。反リフレ的な派がそういうことをやってる。うがった見方をすればね。だって変わっちゃって、リフレ派が9人のうち4人になっちゃうから、際どくなるじゃない。はい。今は3人だから、2人増。なんか増案させなきゃだいぶね、うん、多数取れないけど、だから今の段階の方のが実はいろんなことやりやすいんですよ。でも3月31日に新しい人が来たらそれは変えていけるってことかもしんない。変わっちゃうかもしんないけど、うん、でもさすがに直前に見直してそこでやったらまた変えるのもなかなか大変でしょ。ああそういうこと、うん、それ介護してもいいですよっていうか黒田さんは言ったと思う。最終的にはそうだけど、だから日銀の執行部をやったってことね。あ、日銀の執行部は新しい政策委員の前に体制を固めたかったっていうのが今やってる理由ですよ、はい、こんなのマスコミに書かないんだけど、もう見え見えだけどね。へえ、うん、結構暗躍してる。暗躍してるんだよ、本当にひどい話たくさんするんだよ。それでそのついでに言うと、6月にまた今の女性の正井さんって人がいるんだけど、はい、まあはっきりとこで女性枠っていうやつなんだけどね、はい、9人に1人女性なんだけどね、はい、これも新しく変わるわけ、はい、それで今度変わるのは候補者として出てる方は、はい、野村の
アセットマネジメントっていうかね、はい、そこの出身の方なんですよ。今そこの、まあ、社長かな、なんかすごい上役やってる、はい、まあ、その金融業界では女性でもうすごいもうバリバリの人っていう、はい、ただし金融政策とかそういうのは関係してなかったんだね、はい、その人が次の候補になってるわけ、はい、で今ねちょっとここで言われてるの、これもマスコミは絶対に言わないんだけど、はい、女性だからいいじゃないかっていうのは一般論はそうなんだけどね、はい、その女性なんだけど、実は野村のアセットマネジメントっていうところに、はい、実は日本銀行から多額のお金が行ってるんだよ。え、これはね、行ってるってしょうがないんだけど、はい、例えば日本で株式日本銀行買うわけね、はい、日本銀行今ETF ってんので、はい、さっき言った0から12兆円まで買うっていうのを決めてんだけど、はいはい、この管理が誰がしてるかっていうことなんだけど、実は野村アセットなんだよ。あ、そうなんですか。うん、100億円のレベルの、まあ、手数料がいってるんだよ、うん、へー、うん、だからそこにまた利益提供っていうかね、うん、はい、野村の方からしてみるとそれを維持したいから、はい、日銀審議を送り込んだんじゃないかなとか、そういう噂もある。ああ、まあそうと言われちゃう。だからこれははっきり言って国会の、同意人事の中できちんと議論してもらったらいいんだけどね。はい、今までのパターンはなんかどっか産業界から来るでしょ、うん、日銀の審議した後に結構元に戻ること多いんだよ。あ、うん、それ元に戻っちゃったらまたそこでねえ ETF の話を勝利し、株式の話をねもうそのまま続けるってことになったらずっとお金を払い続けるってことだからね、うん、そういうの果たしていいのかと、うん、それでそこから派遣されたように来てる人がその自分との出身団体の利益に関わる話をしていいのかって議論にもなるかもしれないし、うん、そうですね、うん、だから本当はそういうのあるんだったら今回のもっと見直しがあったら0から12兆円ってところは実は ETF はやめちゃって、はいはい、ETF をやめちゃうと民間企業にお金が行くって仕組みはなくなって、うん、例えば地方債ね、地方債を買い入れっていう形になるとお金は全然出ないんだよ。あ、そうか、うん、だからそういうのをやるべきだったと私なんか思うけどね。あ、そうか、地方債買えばいいのになんで買わないんですか。不思議ですね、さっぱり分かんないだから逆に言うと株式買って手数料配りたいのかなと思っちゃうわけ。ああ、地方債だったらどの手数料がないからきっとね。そうですね、うん、まあ国債も実はないんだけどね、そういう手数料が、はい、あれなんか誰かを稼がせたいっていうね。不思議だよね。だから普通に思うと金融政策としては株式買うよりか地方債買った方のが公明正大で透明性があっていいって言われてるんだよ、うん、そうですよね。そう、不思議なんだよ。不思議なことがたくさんあるんです日本銀行にはなかなかの巣窟ですね。なかなかの巣窟ですよね。いや、こういうのこと知らない人多いかもしれないけどね、新聞にも出ません、こういう話は。なんで新聞には出ないんですか。金融界と新聞はズブズブだもん。ズブズブなんですか。そうだそうだし、いいよ、スポンサーだもん。ああ、銀行の悪口なんて書いたら大変でしょう、ね、あと日本銀行の方も悪口になるでしょ、今の話は。ひょっとしたら、はいはい、それだから日本銀行がネタももらえなくなっちゃうから新聞には全く出ませんね。これはネットですな、ネットでしか出ない話へ、ネタもらえなくなるのがやっぱり一番しんどいんですか。でしょ、新聞は。だから新聞ってマスコミって基本的にネタもらって書いてるだけだから、うん、そういうのを高橋さんがネタあげますよってやったらこう作ってくる新聞社とかないですかね。そんな新聞ネタあげるくらいだったらここで喋るよ皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。